やりきたオンザロード旅人の井本宗幸です。今日はですね、東京発どこ行くツアーの芝編ということで、芝大門の前にいるんですけれども、こちらね、まさに増上寺の門、入り口の門、この大門っていうのがこう地名の由来にもなったりしててね。でこの後ろには東京タワーがあって、そのさらに後ろには六本木ヒルズがあるという、本当になんか東京を象徴するようなロケーションだなと思ったりするんですが、実際に皆さんね、芝ってイメージあります？なので今日はちょっとやじきた芝をブラブラとしたいと思っております。大門でしょ、アルファベット表記すると大門ね。楽しみに。何やらこちら非常に由緒がある神社みたいで、関東のお伊勢様って呼ばれてるんだ。こちらは何年ぐらいに購入されたの？こちらですね、1000年前、1000年前、はい、西暦で言いますと2005年でございます。わあ、飯倉っていうところに鎮座いたしました。飯倉って六本木の、六本木ですよね。 あれ飯の蔵って書きますけども、はい、お伊勢様、伊勢神宮に上がる野菜、果物、またお米がですね、一回関東周辺のが集結したんですね、はい、そこに蔵があったんで藩の蔵ということで飯倉と、そこに鎮座しました。あ、だからこちらは関東のお伊勢様って言われてる。おっしゃる通りでございます。なるほどな、そうだったんですか。こちら生姜図か。はい、生姜ですね。生姜というのは神道とかなり深い由縁があり、また邪気を取る国でございます。こちらどちらかというと職人の町でもございましてですね、もうその神田の華やかさに立ち向かった土地というふうに考えております。まあそういう機運がまだ残っている土地柄でございます。まず目に留まったのは栄太郎の看板の字なんですけど、はい、あれは誰が書かれたんですか？岡本太郎さん。出た、はい、私ども一応江ノ島という貝殻のモナカが代表メーカーでして、はい、これがねサイズ感いいんですよね。ありがとうございます。可愛いですし、絵になるし、美味しいしというところで、はい、これいつ頃できたんですか？これは明治の35年ですね。じゃあもう本当にお店始めてすぐの頃というか、はい、ですから初代の考案ということになっております。いただきます。絶妙ですね、このなんか皮の薄さとあんこのたっぷり感っていうのかな、なんかすごいこう贅沢なもなか食べてる感じがするんだよな。いやーね、美味しい和菓子いただけますんでね、ちょっとね神社にお参りがてらね、あ、そうですね、三度結びですので、うん、はい、江ノ島買ってお土産になんてもいいかもしれない。日比谷通り沿いなんて車通りかなり多いところなんですけれども、そこに面したところにね、真っ赤っていうか朱塗りの立派な門があって、ここをくぐっていくと中に増上寺があるわけです。で、くぐるの？くぐらない。でこの煩悩は抱えたまんま、ちょっとじゃあぶらりしようか。おう、東京都指定史跡芝丸山古墳。古墳？初めてです。生まれて初めてです。古墳の上にいるなんて。うわ、すごいね。伊能忠敬の測量の起点となったのが芝公園近くの高輪の大木戸であった関係で、起点がもうすぐ近くなんですね。へえ、これ、面白い、知らなかったな。創業自体はどれぐらい？今からちょうど200年前の200年前、はい、明治42年に廃業、あ、はい、しております。明治42年廃業、はい、それが復活したのいつなんですか？今からちょうど3年前なんですけど。ちょっと待ってください3年前に復活？はい、作り方もわからない、うん、まあ、いろんなことのハードルがありましてですね、で結構ハードルが高い。いや、相当高いと思いますよ。斉藤社長にお会いする機会がありまして、前社を退職して一緒にその夢を追いかけましょうというので現在に至るんです。あ、こういう話ですね、なんか。いやいや、いただきますね。どうぞ。はい、香りですね。この酸の感じもとても爽やかですし、はい、お米の味もとてもいいし、はい、何よりも喉越しがいい、はい、いやちょっといろんな人飲んでますね。
どうですか、でもあの芝のね、この商店街が激辛商店街なんていうふうに言われてますけれども、はい、お客さんってやっぱ目指してきます、ここにも。そうですね、あの今もちょうどデスカラを召し上がりに来てるお客様もいらっしゃったりとかで。デスカラって何かな申し訳ございません、説明が遅れましたねあの当店の人気メニューのジョロキアハニーウィングの一番辛いデスカラというレベルを召し上がりに来て、もう一商品はですね、こちらドリンクなんですけれども、うん、ホットアイという商品がありまして、はい、あのビアカクテルレッドアイの中にジョロキアのパウダーを混ぜ込んだ激辛のドリンクをご用意しております。ダメだよ、そんなのいただいてもよろしいですか。はい、いたします。うわ、手袋きた、手袋がついてるやつだこれ。うわー、きたなー。あんなそんじょそこらの激辛じゃ驚きはしませんけど、ちょっとこのホットアイを、はい、冷たくて美味しそうな感じ、いただきます。あー辛い辛いなでは、行ってきます。いってらっしゃい。うん、結構大きくいかれましたね。うん、うん、あーおーおー、あれ、うん、あのね上の歯茎の辺上の歯茎の辺、歯茎のところにね、ハバネロのパウダーこれ一応ね、はい、この旅でいろいろ聞いてるんですけどね、はい、芝というのはどういう街ですか芝というのはこういう温かい街です。で、芝の印象なんですけど変わりませんでした。辛いよね、やっぱりこの街はね。またでもなんかこう他の、あ、激辛の話になっちゃうな。違う違うでこれからね、このエリアってまた新しい山手線の駅ができたりとかですね、どん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 様変わりしていく場所でもあります。ぜひ東京に来たらですね、このエリアをぐるっと回ってみてですね、変わっていく姿、そして激辛をあなたの舌で目で味わっていただければなと思います。というわけで、やじきたオンザロード旅人は芋宗之でした。